はい、こんにちは、横山たけしです。これから、いろんなことをお話しさせていただきたいなと思うんですけど、僕自身2015、6年がいろいろ起きるんじゃないかなと思ってます。で、2020年とか2022年とかね、いろんな、噂もありますけど、まずはその辺がポイントになってくるのかなと。2015、16年だから今2013年なんで、2、3年後だと思ってます。でそのためにも、いつ起きてもおかしくも2015、6年絶対に起きるとかはっきりとはそんな誰もね言えないし、誰もわからないと思うんですけど、神のみぞ知るですけどね。それこそ、2015、6年前にももしかしたら起きるかもしれないわけで、じゃあ、僕らは何をすればいいかと。ただ単にビビったりとかね、あ怖いなとか、恐ろしいなとか、何が起きるんだとかじゃなくて、どうしよう、こうしよう、ああしようじゃないけど、じゃあ具体的に何をしていけばいいかっていうことだと思うんですね。だけど多くの先生方が、結局そこのことを言わなかったりとか、ただ単に脅すばっかりして、こういうことが起きる、こういうことが起きる、今こんな現状だっていうことばっかり言うんで、なんかね、なんか違うなと思ってるんですけど、で、そういうふうにじゃあ何をしていけばいいかっていうところ、もちろん、放射能のこととかね、だから2015、6年というのは放射能かもしれないし、天変地異かもしれない、津波かもしれない、地震かもしれない、あと富士山噴火かもしれないし、経済的なことかもしれない、何かわからないけど、そこら辺で大きな僕らの学びがあるということなんですよね。で大きな学びっていう、普通の考え方、普通のどういうのかな、捉え方としたら怖いなとか嫌だなとかいうことなんですけど、でも僕らって、いろんな大変なことがあって成長できるじゃないですか。だから僕は細木数子さんの何でしたっけ、あれ地獄、大殺界とかあるじゃないですか、悪い時期っていうのは。あれこそが、大殺界こそが一番勉強できる時期じゃないかな。だから、どんな状態、大殺界こそが一番いろんなことがあって勉強できる時期で、それをきちんとするからこそいい時期っていうのも、またさらにいい時期になれるのかなと僕は思ってるんで、だからどんな時間、どんな時も、ついてると、どんな時も本当になんか勉強させてもらえて、そして成長できるタイミングなのかなと思ってます。でじゃあこの、なんか最近すごいスピード速いじゃないですか、時間とかいろんな出来事も。もちろんだから携帯電話もどんどん進化していくし、そういう風なのを見ていってもそうじゃないですか。電化製品でもいろんなすごい進化を成し遂げて、実際に時間が速くなっていってると思うんですね。でその中でどういうことを勉強していけばいいのかっていうと、僕自身は魂をやっぱり成長させることのみだと思ってます。それこそ何万年前か知らないですけど、今よりももっと、技術っていうか、いろんな、ものが進化してた時代があるって聞いたことあります。ありますよね。で、あまりにもどうですかね、ただそこでですね、いろんなもう核兵器とか何かあったのか知らないですけど、もうお互い戦争して、それこそ自分の蛾と蛾が戦い合ってですね、自滅しちゃったりとか、それこそ、ノアの箱舟じゃないですけど、なんかね水がかぶっちゃってみたいな、やり直しが何回かあったとかいう噂もあるんですね。で僕らは敗者復活で再度今回、挑戦してるという説もあるんですけど、でじゃあそこから何が足りなかったかってさっきも言いましたけど、結局は技術とか、孫さんが、孫正義さんがね、情報革命で人々を幸せにするものを掲げていますけど、情報を革命っていうのはもう、もしかしたらもう過去にしてるかもしれないです。ただそこに足りなかったもの、孫さんもロボットが今後もうちょっと2018年かななんかに、コンピューターが僕らの脳のあれを超えるっていうんですよ、能力っていうか。それが起きた時もやっぱり孫さんも言われてるんですけど、愛っていうのが大切だとか言われたりしてるんですけど、僕らもその、愛と光とかね、斉藤ゆとりさんも言われますけど、人に親切にし、
あれだ、僕らが死んだらですね、2つ質問されるみたいです。僕らが死んだらですよ、あなたは人に親切にしてきましたかっていうのが1つ目で、2つ目、人生楽しかったって言われるの、その2つしか質問されないみたいです。要するにその2つ、究極この2つだけしてればいいっていうことなんですよね。それが愛と光、愛が親切にしてくる、光っていうのが、楽しかったとか、まあ、笑ってるとか笑顔とかね、そういうことだと思うんですけど、だから僕は究極それが魂の革命、魂レボリューションとか僕名前つけてますけど、スーパーフライさんのね、歌にもありますけど、魂革命、僕は情報革命よりも魂革命の方が価値があることだし、まずは自分自身がそれができるようになって、そして周りの人にも何かしらそれでお伝えできたら幸せだなと思ってます。で、じゃあその魂革命を、したっていうか、魂革命はその愛と光を究極極めれば、人に親切にしてめちゃくちゃ楽しんで、やればいいんですけど、あ、まだ言いたいこといっぱいあるな、あ、いっぱいあるか。もう一つ、気づきっていうのが僕大切だと思ってて、気づくこと、幸せになるにはまず気づくこと、自分が目があって幸せだとかね、歩けて幸せだとか、歩けることに感謝とかね、いろんなことに気づけて、そして最悪なことに対しても、これは、あ、でもね、なんかでも財布落としたけど、なんかまあ命まで落とさなくて幸せとかね、上から物が落ちてきてもとかいうのがあるじゃないですか、例えばね。それでも、腕だけでよかったみたいな、頭の上落ちたら最悪だ、大変だったよとかね、まあ、もし頭の上落ちてきてでも、あ、炭鉱部ができただけで幸せだよ、助かったよとか、いろんなことに気づけて、そしてそれをいろんな解釈ができると思う、いろんな出来事が起きた時に。で、今は2016年までに、そういうような捉え方とか気づきとか、自分の魂レベル、気づくこと、そして、人に親切にすること、そしてめちゃくちゃ楽しむことっていうか、それを、そういうことを鍛えておくべきかなと思います。だからもしも、地震が起きても、津波が起きても、経済的に大変になっても、そういう人間力っていうか魅力っていうのかな、そういうのを鍛えてれば人も助けてくれるだろうし、いろんな、もし死んだとしてもその魂のレベルが上がってるんで、そのレベルからまたスタートですからね、次回、今度生まれてきた時だから、そこのアセンションがあるとかないとかいろんなこと言う人いますけど、僕はアセンションが、あるようでないあるようでない、どっちでもないっていうか、死んでからの僕は話だと思う。だからその魂がどこまで、魂の浄化っていう言い方をする人もいるけど、まあそれもいいんですけど、それが死ぬまでにどれだけ高めておくかっていうか、修行っていうかね、しておくことかなと僕は思っています。だからただ、そんなこと言ってたらなんか宗教っぽく見え聞こえるんで、まあ近未来のことを、近未来、出来事っていうのは僕はもうそもそも気づかせてくれるために起きると思ってるんです。だから傲慢な人がなんか病気にあったりとか、事故にあったりするのは、やっぱりその感謝の気持ちが足りないからだったりするんですよね。だからそれと同じようなもんで、それがもっと大きくなったのが天変地異の可能性もあると思うんです。だから、いろんなことに気づいて、そして、楽しんで、人に親切にして、それをやっていけばいいのかなと思ってます。何か今日喋ったことが、お役に立てたらいいかなと思ってます。で、あ、最後にこれちょっと波紋を呼ぶっていうかあれだと思うんですけど、その僕魂レベルっていうか、そういうのってどれだけ人のお役に立ったかっていうのは、お金、あなたが今どれだけ月にもらってるかとか、そういうことと比例しててもおかしくないなと僕は思ってます。だから、ブツブツ効果になったらいいとかいろんなことを言う人いると思うんですけど、そういうところに逃げずに、今、そういう時代ならそういう時代に生まれてきてると思うし、僕後々ブツブツ効果になることないなと思ってるんですよ。だって不便じゃないですか、なんかセミナー行くのでもね、本当にそれこそ大根持っていかないといけないとかね、
めんどくさいし、今よりも不便になることは絶対ないと僕は思ってるんで、一時的にその物々交換になる時期があったとしても、僕はもっと便利な、お金よりももっと便利な形になることはあったとしても、物々交換ずっと続くことはないなと思ってますので、人のお役に立ったら交換で お金っていうものがもらえるっていう仕組みっていうのはすごくいいことだなと僕は思ってるので、人のお役に立てないとお金っていうのはもらえないし、あと いろんな陰徳っていうのが、徳を積んだら、見えない世界のね五次元かなんか知らないですけど、そういうところの上の方でね、したらパソコンでもアップロードというか、したらダウンロードされるというか、そのお金として僕らの手元に戻ってくるっていうのが僕の基本的な考え方なので、たくさん人のお役に立って、より多くの人により深くお役に立っていって、そしてお金もきちんといただいて、そのお金がなくなるのかどうか分かんないですけど、それがあるまでは一生懸命、あってもなくても人に親切にして、楽しんでいけたらいいかなと思っております。以上です。ありがとうございました。